平野紫仕様の再始動に期待。サンマ橋本環奈が語る、かぐや様、続編と新たな展開。平野紫仕様の名前が脚光を浴びる、かぐや様、続編の可能性も浮上。日本のエンターテインメント界で話題となっていることがあります。それは、元キングプリンスの平野紫仕様に関連するもので、明石家さんま司会のバラエティ番組、サンマのまんま、アキエにて、 橋本環奈がゲスト出演したことがきっかけです。10月6日の放送で、サンマと橋本が共演した映画、かぐや様は小暮らせたい天才たちの恋愛図の汚戦のエピソードが取り上げられ、平野の名前が連呼されたことで反響が広がりました。この一連の出来事から、平野仕様のファンたちの期待が高まり、なおかつ、かぐや様、続編や他の新たな展開についての興味も湧き起こっています。 平野紫仕様と橋本環奈、召喚コンビの笑いと感動の共演。10月6日、フジテレビ系列で放送された、サンマのまんま、秋 SP で、サンマが橋本環奈に対して平野紫仕様について質問する場面が印象的でした。橋本と平野は過去に映画で共演しており、その縁から平野の名前がトークの中で頻繁に登場しました。サンマは、俺、平野と、声似てるという質問を振りかけ、 その後は平野のモノマネに挑戦。橋本はこれに対してユニークなコメントを連発し、視聴者を笑いの渦に巻き込みました。特に、ハスキーという面では似てます。平野くんが風邪ひいたら、こういう感じかもしれない。ごめんなさい。どれも近くないですとのコメントが話題となり、橋本のリアクションが番組を盛り上げました。ネット上では、召喚コンビとして親しまれている平野と橋本に対する喜びの声が相次ぎ、 ファンたちの間で話題となりました。平野紫耀の現状とファンからの感謝の声。平野紫耀は、ジャニーズ事務所を5月に退所し、滝沢秀明氏が設立した飛べでの活動をスタートさせました。その後、女性向け雑誌へのメディア露出がありつつも、テレビ出演はまだ果たしていない状況です。一方で、花の千葉で和の男、ネクストシーズンでの演技が高く評価され、俳優としての可能性が広がっています。 サンマの番組でのトークやモノマネによって、平野の名前が再び注目を浴び、ファンからは感謝の声が相次ぎました。サンマのまんまでサンマさんとカンナちゃんが紫輝くんの話してくれて嬉しすぎる。テレビ見てたら紫輝くんの名前が連発されて、テンション上がった。サンマさん、カンナちゃん、ありがとうといったコメントが SNS 上に広がり、召喚コンビの再共演を期待する声が広がっています。 平野紫耀の俳優活動再開かクロサギ、カグヤ様、続編の可能性。一部の報道によれば、平野紫耀は俳優としての再始動を考えているとされています。昨年10月期に主演した TBS 系ドラマ、クロサギの続編制作の動きがあると報じられており、また、カグヤ様は小倉らせたい天才たちの恋愛頭脳戦においても続編の構想が存在したことが明らかになりました。しかし、 ジャニーズ事務所が、制服者はやらせたくないという理由から続編制作に消極的であったとの情報もあります。ただし、平野がジャニーズを辞めたことを受けて、これらの続編の構想が再び浮上する可能性があるとの見方もあります。ジャニーズ事務所の事実上の解体が発表され、ジャニーズ出身者たちに新たな可能性が広がる中で、平野紫耀の今後の動向が注目されています。 平野紫仕様の今後に期待高まる。明石シさんまと橋本環奈が平野紫仕様の名前を連発し、召喚コンビとして親しまれる一幕が話題となりました。これにより、平野のファンたちの期待が一層高まり、俳優としての再始動や、かぐや様、続編に対する期待が広がっています。ジャニーズ事務所の変革が進む中で、平野紫仕様が新たなフィールドでの活躍を果たす可能性が見えてきたことは、 エンターテインメント業界にとって注目すべき動きと言えるでしょう。ファンや視聴者は今後の平野仕様の活動に期待し、新たな展開が待ち遠しいと感じていることでしょう。